本日はこの名東の国産こだわり阿蘇和栗プリンを食べたいと思います。丸ごとの美味しさというところで、これはすごいですね。中は結構シンプルですね。早速ちょっといただきたいと思いますね。これは美味しいですね。まあ確かに栗なんですけど、マロンっていうのが近いかもしれないですね。いや、モンブランというか、それぐらいの濃厚さですね。まあ同じっちゃ同じかもしれないですけど、どっちかとそっちの方に近い感じの味わいですね。いや、プリンなんですよ、これ。本当濃厚なクリームなんですよね。いや、これは栗好きにはたまんないと思いますよ。いや、いいアレンジですね。いや、このソースもいい感じで濃くてですね、合うんですよね。まあ、ちょっと量は少ないんですけど、それを増してでも濃厚なんですよ、これ。これ普通のサイズだったら胸焼けしそうなぐらいの濃厚さなんで、まあ、これはこれでいいと思いますね。いや、ほんと栗の美味しさが詰まってますよ、これ。かなりの濃縮具合ですよ。栗はやっぱり違いますね。秋の味覚というところで、美味しいものをいただきました。ということで、本日はこのバグリンプリンをいただきました。ご視聴ありがとうございました。